ユースレベルでも全国に名を轟かす強豪チームがひしめく福岡。将来の J リーグ入りはもちろん、日本代表の冨安選手に続く次世代のスターを調査するため、城さんと石津さんが宗像市で開催されている小学生のクラブチーム大会にやってきました。いやー、きついにやってきたね、ここね。とんでもなく暑いですけど。いや、まず日差しが痛い痛いね。でもすごい、なんかこう見てすごい、はい、あ、やってますね、はい、うわー、これはすごいな。まずは大会の主催者のもとへ向かう2人。あ、どうもこんにちは。どうもです。お久しぶりです。お久しぶりです。どうもよろしくお願いします。どうも、今日はよろしくお願いします。こちらが大会の主催者、江藤優さん。江藤さんは東福岡高校福岡大学出身で、かつてサガン鳥栖などで活躍した元 J リーガー。現役を引退後は福岡の少年サッカーを盛り上げたいという思いから、バモスという無料のジュニアサッカー情報誌を立ち上げ、多くのクラブチームやユースの子どもたちを取材しているんです。江藤さん、すごいですね、この大会。そうですね、今大会あの県内外、また海外から、はい、あの36チーム、36チーム、はい、はあ、こんだけの大きな大会って僕はあんまり見たことないですね。ありがとうございます。でも福岡県もやっぱり昔に比べるとものすごく今小学校のレベルも上がってるじゃないですか。そうですね、レベル高いですね、はいはい。その中でもやっぱりこうすごくいい選手っていうのはやっぱり目につく選手います。そうですね、僕自身その雑誌を通じてそういった、企画のところで注目選手を取り上げたりとか、はい、この大会で参加しているこの中にも雑誌で表紙になった子とかも参加したりして、うん、はい、現にやっぱりいろんなとこからお誘いが来てるっていうような選手もいるんですか。いるみたいなので、今大会にも、まあ、チーム名は言えないですけど、はい、スカウトに来られてたりもしますし、J リーグのスカウトの方たちも来たりとか、はい、すごい、うん、小学校 で、はい、J リーグのスカウトたちも目を光らせているという福岡の少年サッカーシーン。我々キックオフ福岡もいち早くその情報をキャッチするため、江藤さんにこれから注目の選手たちを紹介してもらうことに。こんにちは。ちょっとお名前聞かせてください。梅津ゆりです。ゆりくん6年生、はい、はあ、ポジションはどこやってるんですか。ミッドフィルダーの真ん中です。真ん中。サルツ FC は福岡市中央区がホームのクラブ。プロになることを視野に入れた育成を掲げており、ゆりくんはそのチームの中でも今最も注目を集める次世代のプロプレーヤー。選抜とかの歴とかってあるんですか。今県選抜の、はい、上位、ああ、上位の方にいると。なんか得意なプレーはあります。両足のミドルシュートとかです。ミドルシュートも得意、はい、ゆくゆくやっぱりそういう世代の日本代表に入りたい、はい、実際に、まあ、J のクラブいっぱいあると思うんだけど、どのチームから来てるの。そう、うん、そう、うん、すごいね。すごいな。これすごいね。すごいな。俺たち小学校6年生の時は鼻水垂れてたよ。間違いないです。そうでしょう。はい。すでに複数のスカウトの目に留まっているゆうりくん。しかし本人は遥かその先、より高い目標を設定しているんです。将来のやっぱり目標、夢は何ですか。バランドールを取ることです。すごいな。ちょっと待って、ちょっと待って、もう飛び越えましたね。ちょっと待って、はい、あのね、俺で大体日本代表のマスターで言ったんだけど、はい、世界見てるからね、はい、これやっぱりちょっと違うんですね、もう年代的に。そうですね。ぜひ本当にね、バロンドールをね、取れるようにぜひね、頑張ってください。はい、本当にね、はい、いや、マジですごいね。目標はバロンドール。人生で一回も言うことなく終わるから。そうだね。続いての注目選手は、お、いましたね。お、小柄な選手ですね。思ったよりね。こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。じゃあお名前をぜひ教えてください。中水作です。学年は？6年生です。6年生。あ、ポジションはどこですか？トップをやってます。トップをやってる。作くんが所属するのは大川市がホームのペラーダ大川。先ほどのゆうりくんと同じくバモスの表紙を飾り、これからが期待される選手です。
小柄なんですけど、はい、やっぱあのキレもありますし、うん、あの県また県の選抜にも、県の選抜も入ってるの？はい、すごいね、力があって、あそうなんだ。小柄な選手だけど自分の得意なプレーって何ですか？ドリブルと点を取ることです。おドリブルと決定力、結構小学生の時サイズって結構重要というか、結構差が出るじゃないですか、はい、まあ、その中でやっぱよく点を、点を決めるときに何か意識してることあるの？キーパーの位置を見たり、うん、軸足を蹴る場所に向けて蹴って、うん、すごい。そんな現役中考えてた？いや、現役の最後真ん中ぐらいに、あーキーパー見た方がいいなと思ったんですよ、ね、やっとそこ、遅い、はい、遅い、はい、うん、なんかびっくりしました、今小学校6年生、はい、そうですよね、そういうこと、だいぶ違うね、マジか。将来の夢って何かありますか？日本代表になってワールドカップ優勝すること、うん、ワールドカップ優勝だもんね。マジか。その目標値が違いますね。ぜひ今の努力を忘れないで、そしてね、上のカテゴリーでもどん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 ね活躍してくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、小学生の意識の高さに驚かされた2人。もうやっぱりそういう時代だよね。そうやっぱり昔はやっぱり本当にアジアを勝ち抜くのが難しくて、うん、ね、一生懸命やってて、今の子供たちはワールドカップに出るのが当たり前ですね。そういう環境で俺たちがこじ開けたのに。見てました。先駆者で見てました。ありがとうございます。本当にもう子供たちも言ってくださいね。そしてこの大会では多くの J リーグのレジェンドたちがイベントに参加しており、子供たちと特別マッチも開催されました。もちろん我らが石津さんも参加。ジョーさんは特別解説として会場を盛り上げました。ジョーさん、実際の元 J リーガーの選手も皆さんやっぱりご存知ですか？あ、そうですね、北斗とか中洗とかはね、はい、対戦してますね。ナイスボール、はい、さあ、払いさんシュート。いやー、やっぱまだありますね。いややっぱり現役中からね、あんまり入ったことないんでね、はい、彼はね、入ったことがない、はい、ね、あんまり決めたの見たことないよ。あ、中払いさんがいじられてる初めて見ました ね。まあでも子供たちもね、こういったレジェンドとサッカーできるっていいですね、はい、やっぱりめちゃくちゃいい機会ですよね。はい、そうですね。そして後ろにはおはようこう、さあ元なでしこリーグでもね、彼女はプレーしてたんで、右左ボールが蹴れます。両方蹴れるってすごいですね。いや、女子のね、今サッカーもめちゃくちゃ強いじゃないですか。そうですね。あーです、ナイスキーパー。あれ今石津ですか、あれ、はい、簡単に奪われたように見えたんですけども。そうですね、はい、まあ、現役中から上手い選手じゃないんでね。ジョーさんの解説が聞こえていたのか、この後石津さんが驚きのプレーを披露。おお、いいヘッディング。あ、来た。おお、まさかのオーバーヘッド。小学生相手にまさかのオーバーヘッド、なんと大人げない。そして驚くジョーさんのもとにさらに驚きのゲストが。ジョーさん、今絵ってすごいびっくりしてましたけども。そうですね。さあ、ここでも、この後福岡県出身の元日本代表選手がジョーさんのもとに。さあ、石津大輔選手と交代。石津さんのオーバーヘッドに驚くジョーさんのもとにさらに驚きのゲストが。ジョーさん、今絵ってすごいびっくりしてましたけども。そうですね。さあ、ここで元山雅史さん来ました。なんだ、元山君が来ましたよ、ここにね。ジョーさんと同じ元日本代表のレジェンド元山雅史さんが登場。思わぬ豪華なツーショットが実現。さあ、やらないですか？俺はやらない。元山さんもやってきました。元山選手、今日も出るの試合に？さあ、これはね、やりに行きました。これだけ、元山雅史選手も来たんでね。ちょっと石津変わった方がいいんじゃない？石津変わった方がいいんじゃない？今します。そう、石津いい。いや、石津ね、もうちょっとね、ここでなんと元山雅史、元東福岡高校レジェンド入ります。さあ、石津大輔選手と交代。ああ、サッカーって楽しいなっていうドリブルをやっぱしますよね。そうですね。元山君をね、今聞いたらこの試合出たいから来たっていうね。ですよね。カメラに来たっていうね。ほんとね、サッカーが大好きっていうのが ね、伝わるプレー。現役時代を思わせる遊び心のあるボールタッチとキレのあるドリブルで会場を沸かせる元山さん。それを見たジョーさんも思わず。
社会人チームとかでやりませんかね。急にスカウトが始まりました、はい、私ね北海道でもやってるんでね、はい、ぜひ契約書を送りたいと思います、はい、そしてキックオフ福岡もイベントを盛り上げるためプロを目指す子どもたちからの質問コーナーを実施。質問ある人。はい、はい、お、プロになるためにどういうトレーニングをしましたか。これはねもう本当にいや難しいな。プロになるため選手いますから、はい、まあ、僕攻撃の選手なんですけど、もうただただドリブルをするのがすごい好きな選手で、自分の武器を磨き続けるっていうことがすごい大事なのかなと思うので、まあ、そこを意識してやっていけばちょっとずつ近づいていくのかなとは思います。ディフェンスに一番必要なものとは何ですか。ディフェンスに一番必要なもの、はいはい、やっぱ守りっていうポジションなので1対1で負けないっていうのは一つのポイントかなと思うので、やっぱ練習からこう自分のディフェンスの能力を上げるっていうのは大事なのかなと思います。体が大きな相手に勝つためにはどうすればいいですか。リオネル・メッシ選手って知ってるでしょ、はいね、メッシは僕すごい友達なんです。スペインリーグで一緒にプレーをしてるから今でも話するんだけど、彼は小さいよね。小さいけど世界やっぱり一のプレイヤーになれる、ね、まともにぶつかってしまうとやっぱ負けてしまうよね。だけどそうではなくて、じゃあ相手が触れないところとか相手にぶつけられないところにやっぱりポジションを取ったりするっていうのがとてもね重要だってメッシも言ってました。そういうふうにいつも考えながらサッカーをするとね上手くなると思います。いいですか。はい、時間の限り子どもたちの質問に答え続けたジョーさんたち、次世代のスターの調査を終えての感想は。やっぱりこう狙いとか、やっぱ子供たちのレベルって高いよね。めちゃめちゃうまいですね。すごいね、この時代に生まれたかった。いや、そしたら自分慣れてないですか。いやーね、でも本当にそうだよ ね、 そうね、そのぐらいレベルがやっぱり高い、はい、本当にそう思いますね。でやっぱりあとはこういった大会にやはりこう J のスカウトだったり、はい、いろんな人たちがもうこの年代から注目してるって。いやびっくりしました。ないでしょ俺たちの時代なんて。だから今のやっぱり世代っていうのはね、まあ、環境もちろん整ってきてるけども、はい、注目度も高いという ね、 いい選手がこの大会からね出てもらいたいよ、ね、はい、いろんないい選手がいるんでね、はい、期待しましょうぜ。いやもう自分はもう勉強しかないさ。いやいやとんでもないですよ、はい、あのオーバーヘッドやられたらね。いや、はい、でも俺カットできます。いやいや、はい、この後は先週の札幌戦をたっぷりと振り返ります。キックオフ選手メーカー。このコーナーはアビスパやギラバンズの試合をさらに楽しんでもらうため、各選手のプロフィールや魅力、注目ポイントなどを分かりやすく紹介。アビスパは公式アンバサダーのアキちゃんが担当します。今回紹介するアビスパの選手は、いつもゴールをありがとうございます、シャハブ・ザヘディ選手です。アビスパ福岡ファイルナンバー4、シャハブ・ザヘディ選手。先週の湘南戦では後半ロスタイムに連敗を止める同点ゴールを決めたシャハブ選手。シャハブ選手はイラン出身の選手で背番号は9番。今シーズンの途中からチームに加入してゴールを量産しているストライカーなんです。フォワードという攻撃のポジションで、利き足は左足なんですけど、スーパーゴールの数々がやっぱり特徴かなと思います。身長も高い選手なのでヘディングでも決められるっていうところがすごく魅力的な選手だなと思います。そんなシャハブ選手を一言で表すならば、チームの点取り屋。得点への嗅覚の鋭さみたいなものがもう欠かせないところかなと思います。実際決定力は J リーグの中でも屈指で、1試合90分での平均ゴールは 0.77。 つまり3試合に出場したら2ゴールを決めるという得点能力の高さが魅力なんです。さらにアキちゃんが注目してもらいたいポイントが、元イラン代表にもなったことがある選手なので、これは日本代表でいうと大迫勇也選手や上田綺世選手がアビスパにいるみたいな、そのレベルのストライ
カーがアビスパにいるっていうこのすごい事実をもっと福岡県民は噛みしめるべきだと思います。さらにもう一つ注目してもらいたいポイントがシャハブ選手のゴールパフォーマンスです。得点が決まった時にゴールパフォーマンスとしてこういうポーズをされるんですね。これは平和を探そうピースをで探しているっていうポーズをこうサポーターに向かってしてくれる。もともとシャハブ選手がアビスパに加入した経緯っていうものがウクライナのクラブチームで活躍されていた選手でこういう状況下になってアビスパっていうチームに期限付きで今移籍をしているっていう背景があるのでやっぱりそのシャーブ選手が平和を探そうという意味を込めてあのポーズを取られているっていうことがすごく見るたびにジーンとするパフォーマンスだなと思います。チームの得点王としてアビスパの攻撃に欠かせないワールドクラスのストライカー、ぜひ多くの方にスタジアムで見ていただきたいと思います。前節シャハブの劇的同点弾でなんとか引き分けに持ち込み連敗を3で止めたアビスパ、絶対的エースストライカーがチームを5試合ぶりの勝利に導くのか。湘南戦から中2日アウェーでの連戦となった札幌戦、前節得点に絡んだシャハブと北島が久々のスタメンです。まずは前半13分、前線から果敢にボールを奪いに行くシャハブ、このプレスが相手のファールを誘い PK を獲得、これを自ら豪快に決め先制、そして恒例のゴールパフォーマンスです。さらに後半11分、今野のスルーパスから再びシャハブ、狙いすましたシュートは相手キーパーのファインセーブに遭い追加点とはなりません。後半15分、一本の縦パスからピンチを迎えます。村上が果敢に飛び出しましたがこれがファールの判定に。この PK を決められアビスパ同点に追いつかれます。反撃したいアビスパは後半35分、途中出場の鶴野のクロスにブリト、決定的なチャンスをものにできません。すると後半アディショナルタイムにドラマが、右サイドを駆け上がった小田のクロスボール、こぼれたところを亀川、高く上がった難しいボールを見事なボレーシュート、亀川の今シーズン初ゴールで勝ち越します。このまま試合終了と思われましたがその3分後一瞬の隙を突かれまさかの失点、勝利目前で勝ち点3を取りこぼしたアビスパ、痛い引き分けです。まあ、2回もリードしたのに引き分けてしまったので指揮を取る中で、まあ、ナンセンスだなと思います。反省ですね。ただ勝ち点が0ではなくて1と1で、勝ち点2なので、積み上げたというふうに捉えてます。選手もそうやって伝えています。 J1 26節を終えての順位表です。5試合ぶりの勝利とはなりませんでしたが勝ち点1を獲得したアビスパは順位を1つ上げ7位に浮上しました。それではこの試合の2点目のゴールを情熱プレイバック。やはりこうボールが高い位置からやっぱ落ちてくるボールに対してやっぱりミートをするというのがすごく実は難しくて、ここしっかりと足首を伸ばしながら、まあ、そして調整をしながらやはりこうボールに当ててるという部分と、あと蹴る高さですよね。ボールが落ちてくるのを我慢して最後やはりこうしっかりとボールの足の甲に乗せるというね、これは本当にね素晴らしいゴールでした。この試合の情熱ポイント、前選手の視野の広さとワンタッチパスです。城山が熱くなったのは後半32分、前から鶴野へのスルーパスでチャンスを作ったこのシーン。このシーンですけども、前選手ボールをねやはりこう受ける前から準備ができてますよね。しっかりと首を 2,3 回振って、
どこにスペースがあるのか、そしてどこに味方がいるのか状況を判断して、でも相手がもう読み切る前にワンタッチパスを出せるというのは相手の守備陣をすごく崩せることになりますし、素晴らしいね、アシストパスだったと思います。来年30周年を迎えるアビスパは、街を紺色に染めようと題してクラウドファンディングを実施中。ベスト電機スタジアムや JR 博多駅周辺などの街灯にネイビーフラッグを掲げて、多くの皆さんにアビスパ福岡を知ってもらうための企画です。詳しくはアビスパ公式サイトをチェックしてみてください。